せーの、どうもスカイピース、イエーイ。俺もうエンディング流れてない、なんで？お兄ちゃん面白いね。面白いとかどうでもいいって今も流れてるからね、今実際に。あれ今日の企画は？わかんない。早くやんばい。最後まで見てくれてありがとう。ということで、じんたい今日はどうだった？いや、どうだったも何もパニック状態です。まあそれはそれでスカイピースらしくてありなのかもしれない。明日のスカイピースは？いやいや、この曲やんないとでしょ。ああ忘れてた。それでは聴いてください。曲名はワタナベパーティー。パニックが怖い、それわかんない。僕らが勝手に思っただけ、yeah. アニメゲーム漫画に逃避してるだけじゃなくて大騒ぎ、yeah. 相変わらず酒は苦手、yeah. 飲み明かすことはもう勘弁だけど、たまにハメ外して飲み明かそう。やれやれ、陰キャな俺が丸に染まるのもそ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 もストーリーがあって、切るつけが全く違っても同じ人間、話を書いて深夜アニメ、おすすめ教えたらドハマりをしてて笑って、いつだって教えてあげるし、秋葉原も一緒に来んで、パリパリパリ、オタクと共にパリ、人脈から流れる EDM アニソンもかけながらハッピーデイ、パリパリパリ、オタクと共にパリ、今日も僕たちは一緒、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 惨めになって人の目避けていくぜ、二次元妻で気づけなくて、手を取り合わなくて、見た目は偏見、判断基準がクソ、騙されやしないぜ、語り合った甲斐があった、だから勝った、これが仲間だ、朝まで、こんな楽しい夜はもうないな、いつだって俺らがついてる、忘れちゃねえだろ、だけは仲くなれないの、だが今じゃ酒交わす中で、俺の頼れる相棒になった、何があるかわからないぞ、オタクとパリピ、今夜はパリ、あーもうさすがに眠いんだけど。いやまだでしょ、ジンさん、俺にスマブラ勝つまで今夜は寝かせない。いや無理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 、強すぎだもん、タクマ。いやいやいや、そこは自分の力で頑張れ。よっしゃ、もう一回勝負だ。そうやってやる。パリパリパリ、オタクと共にパリ、自宅から流れる EDM アニソンもかけながらハッピーデイ、パリパリパリ、オタクと共にパリ、今日も僕たちは一緒、一緒、一緒、イノリノリ、Thank you.